日本刀を振りかざす侍侍は、古代から中世にかけての日本における官人の身分故障、あるいは、そこから発展的に生じた武士の別名である。思考する、従うを意味する、サブラウに由来する。朝廷の実務を担い有力貴族や初代部に仕える。通常は、異界六位止まりの下級技能官人層を、元来は意味した。晩年に五位まで昇進することもあった。 初期の武士身分は初代武身分の軍事貴族と侍身分の一般武士の二つの階層から構成されていた。次第にその中でも武芸を仕事内容とする技能官人である武士を指すことが多くなった。武士階層の裾野が広がり、貴族に連なる支配階層たる侍身分より下、本来は百姓身分である地侍なども、 武士の扱いを受けるようになると、侍は、騎馬戦闘の権利資格を有する階層の武士を、指すようになった。大鎧と弓で武装した、武士等を携える侍母神戦争時の、薩摩藩藩死後3年の役における、源の義家主従、侍は16世紀になって登場した比較的、新しい語形であり、鎌倉時代から、室町時代にかけては、侍、 平安時代には、サブラヒとそれぞれ発音されていた。サブラヒは、動詞、サブラフの連用型が名詞化したものである。以下、サブラフの語詞について述べれば、まず、奈良時代には、サモラフという語形で登場しており、これが遡り得る最も古い語形であると考えられる。サモラフは、動詞、モラフに語調を整える、説当時、サが接続したもので、 モラフは、動詞、モルに、存在、継続の命女同士、フが接続して生まれた語であると推定されている。その後後世からも伺えるように、サモラフの原義は、相手の様子をじっと伺うという意味であったが、奈良時代にはすでに基人の傍らに控えて、様子を伺いつつ、その命令が下るのを待つという意味でも使用されていた。この、サモラフが、平安時代に、 母音交代を起こして、一旦、サムラフとなり、さらに死因交代を起こした結果、サブラフという語形が誕生したと考えられている。サブラフは、サムライの君としても使用されていることからもわかるように、平安時代にはもっぱら貴人の側にお使いするという意味で使用されていた。サムライという漢字には、元来、貴族のそばで使えて、仕事をするという意味があるが、 武士に類する武芸を影とする、技能官人を意味するのは日本だけである。さて、その、サブラフの連用型から、平安時代に、サブラヒという名詞が生まれたわけであるが、その原義は、主君の側近くで面倒を見ること、またその人で、後に朝廷に仕える官人でありながら、同時に、上級貴族に志向した、中華球の技能官人層を指すようになり、そこからそうした、 技能官人の一角を構成した武士を指すようになった。つまり、最初は武士のみならず、名簿家などの他の中華級技能官人も、侍とされたのであり、そこに無事を意味する要素はなかったのである。前述したように、侍妃はその後、侍、侍と、語形変化を遂げていったが、地位に関係なく、武士全般を、この種の語で呼ぶようになったのは、 江戸時代近くからであり、それまでは、貴族や将軍などの家臣である上級武士に限定されていた。17世紀初頭に刊行された日本辞書では、武士や物の符はそれぞれ、武人、軍人を意味するポルトガル語の訳語が与えられているのに、対して、侍は、貴人、または尊敬すべき人と訳されており、侍が武士階層の中でも、 特別な存在と見識がすでに広まっていた。侍が初めて英語として確認されたのは1727年のことである。ありがとうございます。